に今回の新着2ちゃんニュースです。今回はですね、たまにいます、頭はいいけどちょっと残念なうちのお姉ちゃんっていうことが書いてありますけど、まあね、どういうことなのって思って、でもこれいるいる、あるある。ちょっとじゃあ見ていきたいと思います。お姉ちゃんが言います。ねえねえ、スパゲッティ食べに行こうよ。俺が言います。いいよ。お姉ちゃん、あれなんだっけ、ペロロンチーナとカルボニャーラ、あれ違うな、カルボラーニャだっけ、両方違うよね。いつもどこか違う。お姉ちゃん、また違う時、お姉ちゃんお菓子作るから買い物に行こうよ。俺、いいよ。何作んの。友達の誕生日にケーキ作るの。おお、頑張れって言います。そしてお姉ちゃん、小麦粉と何だったっけな、5丁とか二等辺みたいな粉、5丁とか二等辺みたいな粉、何それ怖いんだけど、なんて覚えてたんだっけな、アニメの、あ、わかったわかった、あれあれ、ケロロ、ケロロ軍曹、軍曹だよ、軍曹、軍曹ってそんな粉ないだろう。っていうか買い物のメモは、あ、置いてきちゃった、ちょっと取りに帰ろう。ということで取りに帰って、よかったものは重曹でした。ということで、そういうお姉ちゃんだっていう風な兄ちゃんニュースですね。でも可愛いですね、お姉ちゃんね。なんかこういう人いますよ、結構ちょっとどっか違うんだよねみたいな、若干違うんだよねみたいな、でもまあ一応覚えてないって。いや結構ね、そのなんか何かが違うみたいな人はね、割といますよ。まあ自分も言っちゃう時もあるかもしれないんですけど、だからなんかこう、なんとかニュアンスで覚えてたりとか、こうね、漢字にしてもなんかこうカタカナにしてもなんとなく この言葉と似てるっていう風なので、ニュアンスで覚えてるからなんかいまいちこう合ってないんだよねみたいな。でそのことに結構長けてる人だったらすぐ気づくんだけど、意外とまあみんな意外とどうでもいい雰囲気もあるから、割とちょっと気づかないでいたり、だ最後まで隣の人の会話聞いててもたまにいますよ、なんか、あ、2人とも間違えてんの、でも気づいてないなみたいな。でもそういうのって結構あるあるだなって思って、今このね、ほんわかしたお姉ちゃん、この頭いいけどちょっと残念なうちお姉ちゃんっていう風な話ですね。でもこれ可愛くてすごい素敵なニュースだなって思いました。はい、ということで今回の新着2ちゃんニュースでした。